はい、おはようございます。やってまいりました今日のワンコンテニュー。本日のゲームはこちら、サガ2秘宝伝説。はい、もうおなじみですね。もう説明不要ですね。どんなゲームでしょうね。はい、やっていきましょう。矛盾したこと言ってんの。説明不要でどんなゲームでしょうねつって。はい、まあ RPG ですね。はい、そんな感じで、まあ今日のワンコンテニュー1回ゲームオーバーするまでどんな感じのゲームでしょうかの紹介とか体験とか、まあちょっと遊んでみよう的な感じでやっておりますが、まあ、ゲームオーバーっていう感じにならなさそうな場合は、まあある程度の時間でここまでかなっていう感じで区切るかなっていう風にやっていくことになると思います。よろしくお願いします。よし、行きましょう。おなじみのやつ、ちょっとワンと比べてどうだろう、音が増えたか、ちょっとテンポが上がったか。ファンの時よりは少し明るめに感じそうな気もしないでもないけど、どうなんとも言えないね。けどまあ基本的にはこう寂しげなというか、そんな感じの雰囲気のこのおなじみのタイトル画面の BGM ですけども、よし行きましょう。初めからをすると最初のプロローグは出るかな。秘宝、朗報ではないらしい。世界を作った古き神々の残していった遺産、それは素晴らしい力のシンボル。秘宝をめぐって多くの者が争い、ある者は秘宝を手にし、またある者は破れ去り消えていった。そして今新たな戦いの物語が始まろうとしているですって。最初どういう感じで始まるんだったっけね。ああ、選ぶのか。ああ、選ぶのか。へえ、そうですか。これ特性あんま知らないんですよね。まあ、人間、あれ？人間は経験値で成長するんだっけ？あれ？メカはお金かかるから、なんか嫌だっていうイメージがある。最終的に強くなるんだよね。この、まあで、このね、このモンスター系がギャンブル性があって面白いんですよね。ガチャっぽくて。まあ、人間。ああ。ええー。サガ。どうなってる？あ、こういうことか。じゃあ、サガのトスさんで。トス。わかりにくかったな。まあ、いいか。まあ、地名なんですけどね。お父さんか。何？お父さん、旅に出ねばならん。それでだ。これ預かって。おい、トス！寝るな。あ、ちょっと名前書いてやがったな、これ。なんだよ、眠いよ。よく聞け。これは誰にも私はいかんぞ。いいな。何もらった？精霊の鏡。へえ。またどっか行っちゃうの？あ、母さん頼むぞ。早く帰ってきてね。これは何年前、窓から精霊の鏡とやらをもらったところから物語は。これって何年前とかいう話なのかな、それともこれ現代なのか。流れたんだ。時は流れたらしい。とつも成長したもんだ。はい。そして、母さん。言いたいことははっきり言いなさい。父さんを探しに行きたいんだ。結構な年数が、年月が流れたんでしょうかね。いつかこの日が来ると思っていましたよ。前も冒険好きだからね。でも母さんのことも心配なんだ。一人きりで大丈夫かい？お前心配されるほど老いぼれてはいませんよ。この人、母、父はまあおそらく冒険者、元冒険者というか現冒険者なんでしょうけど、この母ももしかするとそうなのかもですね。母さんは元気だってお父さんに伝えちょうだい。さあ早く行きなさい。すげえ早く行かせるよ。まあ血は争えないなと思ってたんでしょうね。先生にもご挨拶。先生きっと父さんと一緒に帰ってくるからね。あら、場面は変わり。先生はスライム型。そうか、行くのか。それなら話しておこう。世界は古き神々がお作りになられた。はあ。その遺産は多くの秘宝として世界中に散らばっている。はあ。父親から預かったものはその一つ、精霊。77個あんだ。77個の秘宝を集めると女神の像になるらしい。へえ。
それぞれパワーを持っている。その力を使って自ら新しい神と名乗っているものさえいる。77個のを独占している人がいる的なこと。女神の像を集めておられたのだ。秘宝を悪用しようとする者を渡さないために正義の味方だったんですね。まあそんなところだ。知恵を探すのならば秘宝を頼りにするといいだろう。はい、お前の持っている秘宝の精霊の鏡は同じ世界にある秘宝の数を教えてくれる力がある。あー、それをうまく使え。ありがとうございます。秘宝のこともいろいろ調べてみます。あ、誰だ誰だお前らは、誰だお前らは、誰だお前らは。信頼できる仲間がいるのは良いことだ。3人だけ選んで連れてきなさい。で、ここでこう増えるわけですね。1人はエスパーギャルで。わー、佐賀の地名が出てこないな。佐賀。新幹線とか乗っても佐賀って鳥栖しか止まらないんじゃないっけ。その辺もう寝てるもんな。最近新幹線乗ってないしな。佐賀、佐賀。あ、マジで何も出てこない。よし、違ったかも。おお。大豚は福岡かな。あと2つ、あと2つ出さないかんのか。太宰府、あれ太宰府ってどっちだ。太宰府って大牟田だっけ。別地名だっけあれ。佐賀、あ、ちょっと名前に夢中でスライムを選んでしまった。まあいい、スライム強いからいいや。よし、さあ、じゃああとはもうミニドラゴンとか強そうだね。嬉野温泉って、嬉野温泉ってどこだ。佐賀だっけ、大分だっけ、なんなら福岡だっけ、わからない。これはあの辺近辺住んでるガチ勢、九州北部地方に住んでるガチ勢が怒るぞ。すまん。で、なんつった今。まあ、いや、とりあえず冒険に出て悪い奴をぶっ飛ばせばいいんだな。ちょっとステータス B ボタン、スタートボタンか。トス、オウムダ、ザダイフ、嬉しいの。なんかいいね、このメンバー。しまったなぁ、ちょっと、主人公の名前がトスなのかちょっとあれだな。わかりにくいな。ロングソード、ああ、そうか、これだったね。回数制限あるタイプだったね。それが大変なんだよね。先生来ないの。気をつけてな。佐賀2はね、昔、あの、まあ、放送でとかじゃないけど、ゲームボーイをで遊んで、クリアしたことある気がするものの、ほぼほぼ何も覚えてないので、まあ、改めてやってみるのもいいかなとは思ってるんですけど。まあ、でも、せっかくやるだなっていうわけでもないけど、なんだっけ、DS の佐賀2秘宝伝説、あの、完全リメイク版。あれが限定で遊べればいいですけどね。うちの太宰府を頼みますよ。名字なんだよな、全員。この町での情報は？嬉しいの、夕飯まで帰ってくるんだよ。ことの、あれを、なんか、この大冒険の感じが伝わってない。感じでついてくる人もいるんですね。ああ、ここは宿というか実家か。で、
ってこは例のもの。2階じゃん。ちょっと待って、2階の窓じゃんここ。父さんあれこれ町の出口、あ、右に行けばいい。あ、ポーションもらった、やったね。ポーションって何回分かかな、それとも1回分だけかな。待ちなさい、誰だ。あ、先生、あ、行くんだ。あー、なんかそんなイメージあったもんな。あ、仲間になったらしい。おー、一歩エンカウント、懐かしいね。一歩でエンカウントするこの感じ。わー、曲いいね。これ宿に泊まればモンスターのあの回復するんだ。あ、そう、この敵が今誰か倒れんかった主人公倒れてます街出て1個で主人公が倒れました。この敵があの何体か重なってる感じ、この表示器が苦手なんだよな。はい、逃亡。あ、街の中もこの曲になるんだ。助けてー。あ、そっか。ああ、1で回復する。あの、生き残るようなこと回復するんだ。まいったな。みんなのこともこう考えて行動する前に一発で倒れたんだ。テキストがちょっと早いかな。宿泊まってもこの能力回復しないんだ、それまずいんじゃない。先生の攻撃がね、攻撃力高い、強いから。あ、なんつった、足軽。攻撃できなくなったらどうするんだろう。先生は防御を選んでもらって、なんかボス戦みたいなやつに取っとくみたいな行動の方がいいのかな。あ、洞窟の中は BGM 変わらないっぽい。後に変わる BGM あんのかな。ここはまあ言うてプロローグだからかな。この辺のやつらはね、何かしら肉落とさないかな。あ、防御ってコマンドは多分ないか。だから何かしらを選ばないといけないのか。あ、しまった、しまったー。違う違う違う、先生だけゴブリンをあの選んで倒してもらうつもりだったんだけど。もう肉、誰誰、どっちか。まあスライムかな。足長グモ、ロングレッグスパイダー。お、あー、この形の宝箱おなじみだ。ポーション、アイテム、ポーション4。あー、なるほど。これで戦闘中、あー、戦闘中使うはできるんだっけ。そっか、あ、 B ボタンを押したらそのパーティーメンバーと喋れるぞと。装備、あ、そういうことだね。こうすれば戦闘中使えるようになるのか。盾、誰が装備できたのかな。ほほう、早速宝を手に入れたアイテムは装備して使うんだぞ。
秘宝使う。6。へえ。秘宝の装備。あ、それぞれにこう秘宝を装備させて、なんか特殊能力をなんか発動させることができる的な感じだっけ。まあ、ここはこういう段差のある地形を階段を使って進むんだ的なのもなんかチュートリアルだと思うことか、思うということか。先生強えな。うわ、三将が強くない？よしよし。あ、まだいた。あー倒れた。いつも倒れてんなお前。ファイヤーで三将たちを攻撃か。へえ。グループ攻撃なんだファイヤー。ちょいちょい回復回復。スタートボタン。あ。あ。装備してしまうと逆に使えないとな。へえ。やっぱなんか独自のシステムだね。下がって、あ、でも RPG のシステム的なのがそんなこう決まってなかったから当時は、いろんな何やり方が模索されてた時代っていう感じだった。お、ジャガー三将、ドラゴン。ドラゴンはまだいいんじゃないかな。そう、足長軍もあんま強そうじゃないから。三将、お、いいね。三将は強そうよ。値段するなよ。もうすでに2回死んでる。ユミ空っぽだった。バトルハンマー、ほう。ん？ん？なあ。攻撃力は人間の方が一番強いのかな。その武器を使った攻撃力では。三将かわいいな。かわいいな。いい目をしている。おお強い。もしかしてドラゴンの攻撃ずっと減ってない？秘宝よこせ、俺は神になるんだ。どんな見た目の人がいてんの。ラム・フォー・リンクス。全然知らない名前。これが記念すべき初敵なんですね。初ボスなんですね。ミスった。くちばしトス。瀕死や一発で14ダメージ。この30ダメージ。35だ。あ、手こずらせやがって。肉、ナイスミート。で、ドラゴントゥードラゴン。ドラゴントゥードラゴン、シルバー、何？どんなの？塗装は力があった。オームタケ、ケアルブ。え？エスパーって覚えるタイプ？
え、どういうこと？あ、ケアルを得た。へえ。あ、ここまでなんだ。なんだ、そういうことか。なるほど。道理で強かったわけだ。ボス戦で、頼みのボス戦でお前攻撃見せたけどな。きっと父を見つけてくれます。さよなら。さよなら。先生、先生。あっさりとした別れ。そしてですよ。B ボタンを押しても先生のテキストが出なくなりました。悲しい。あ、誰だお前は。誰だあいつは。父さんだ。今、町から西に行けばイシスの神殿。イシスって聞いたことある。あれ、なんか見た。神殿にはカイという可愛い神官がいるよ。なんか、クロー人間がいる。あそこ、そのとこに。人違い。すごい、ご機嫌な目をしている。なんだね、君たちは。ところで古き神々の遺跡に秘宝があると言われてるが、どこか知らないか。誰がお前の中に教えるか。ちょ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 、いいからいいからいいから。いいからいいから。よし。情報収集は酒場らしい。情報収集酒場って言うけど、こんな風に話しかけられることないけど。あるのかな、こういう酒場に。天の柱は天界を支えているのさ。はあ。天の柱と呼ばれる巨大な柱が立っている。柱ね、なんかうっすら覚えがあるな。柱を使ってどっか世界から世界にだったっけ。出た、アシュラ。なんか、アシュラは強敵のイメージあるよね、ずっとね。シリーズ通して。何この曲？何この曲？ダンジョンかな？子供じゃねえか、帰れ帰れ。だったら帰んな。めっちゃ帰る。あ！この曲聞いたことあるかも。めっちゃいい曲。糸研さんでしたっけね、サガ2は。サガシリーズといえばみたいなところでしたっけね。あ、ずっとなんだ、この曲。あれ、トス死んでる？死んでない。ギリ生き延びたんだっけ。あー、シルバー強い。レベルが高いミートを食べたシルバーが強い。バトルハンマー弓パンチ。パンチ？いやー、今んとこいらないかな。防具売ってないのかな。あー、ブロンズ系ね。あ、十字架って何だろう。4回って書いてあるな。生き返す系かな。なんか金の配線高。戦闘中に生き返すとかそういうことかな、もしかして。ミスリノコってクソ高いね。あ、だから防御の時盾を使うのか。なるほど、そういう感じだ。ねえ、盾今装備してバトル中に使わないと意味がないなら別にいらない。ここがちょっとごった返してきたかな。本をちゃんと並べたいね。まあやろうと思えばやれるんだ。ここにパン、あ、ダメか。あ、ダメか。パンチを入れたりとかできんのかな。装備させたりとか。まあでも爪があるせいで、こうを攻撃するせいで、こうは握れない可能性があるから。モンスター。じゃあ曲、一曲変えようか。ああ、めっちゃたくさんあるじゃん。ああ、これが必殺の一撃。必殺の一撃。
伝説は始まる。どうなんだ。ああ、なるほどね。順番に並んでると思ったら大間違いだ。涙を拭いてもなんかおなじみの悲しみ音楽で。出た。え、これもう最初で、めちゃくちゃ大事な曲じゃん。今聞いちゃっていいの？かっこいいよな。あ、これいつ流れなきゃ。これもう最後の方かな。じゃあ、よし、じゃあこれで終わりましょう。はい、というわけで一応まあ20分ぐらい回したというか収録もしたので、まあこんな感じですよと。割とね、システムが、差が独自のシステムというか、やっぱ慣れるまでは、とっつきにくさもあり、まあ独自のシステムにはまる人も多数いたということでですね。まあだから、この感じが差がなんだよっていうのがあるから、差が3をなんかちょっとね、一般的な RPG に近くなっちゃったから、その寂しさがあったっていう声もあるとかないとか、わかりません。ただ私はね、差が3から始めたので、逆に。差がシリーズ始めましてが差が3だったんで、逆にちょっとこっちの方が新鮮というか、まあさ、そんなイメージがありました。はい。まあ、というわけで本日の更新、サガ2秘宝伝説は以上です。ここまでです。というわけでありがとうございました。さよなら。おやすみなさい。おやすみなさい。おはようございますか、これ。お疲れ様でした。